ヒーリカで見たのとは全然違っていた。静かで優しい夕日だった。何してるっすか？綺麗だよな。こんな風に穏やかな世界でね、毎日ニコニコして暮らせたらいいのにな。ユーナがシーンを倒せばそうなるんだろう。また新しいシーンが生まれちゃうけどね。そうなったらまた倒せばいいよ。そうできたらいいな。ユーナならできるって。他の召喚士に負けんなよ。でもなんでシンは復活するんだ？シンは人間に与えられた罰だから。罪が許されるまでシンは消えないの。どうしたら罪は許されるんだ？大体罪ってなんすか？ああ、機械使って楽したことか。ああ、でもそれってそんなに悪いことか？変なの。ん？小さな頃から当たり前だと思ってたのに。悪いから悪いと思ってたけど本当はわからない。知らないことたくさんあるんだ。それじゃあ俺と一緒だ。召喚士がそんなことではいけませんぞ。似てた似てた。あのさ、試合中は試合のことだけに集中しないとピリッと動けないんだ。うん。ああ、最前列右から5番目の女の子かわいいとか、デートするならどこ行こうとか考えてると負けちゃうんだよな。だからユナも先のことは後でゆっくり考えるっすよ。めんどくさいこと考えるのはシンを倒した後でいいだろう。そうだね。でもさ、あんなでっかいのどうやって倒すんだ？究極召喚、シンを倒し得る唯一の力、究極召喚。その力を身につけるのが私たち召喚士の旅の目的なの。究極召喚の祈り子様は北の果てで召喚士を待ってるんだ。最果ての地、ザナルカンド。ザナルカンド？勘違いするな。千年前に滅んだ都市の遺跡だ。本当に遺跡なのか？そう聞いてるけど。信用できなければ自分の目で確かめることだな。ユナ、そろそろ中へ入れ。ザナルカンド、一緒に行けるかな？うん、行く。ザナルカンドへ行って自分の目で確かめるよ。
それは俺のザナルカンドじゃないって確かめたかった。ぬやはみは、ああこれは申し訳ない。すまないというつもりがついアルベド語が出たようで。あんたアルベド人なのか。うん、私はリン、この店のオーナーです。紛れやきせ、え、はじめましてという意味ですな。ああじゃあ俺もま、ま、紛れやきせ。うん、もし興味があればアルベド語学習用の本がスピラのあちこちに置いてあります。それを見つけてアルベド語をマスターするのも楽しいですよ。お近づきの印に一冊進呈しましょう。でもあんまり得意になって話すと嫌われるかもしれませんね。ああ、アルベド人は嫌われてるみたいだもんな。盤面派よすべ。あ、誰か助けて、ジョコボが。おい、出番だ。魔物を倒すんだろ。え、おお、それはありがたい。これを使ってください。あ、チョコボ乗り場へ行くわよ。
せっかくですから皆さんチョコボに乗りませんか。魔物退治のお礼を兼ねて初回に限り無料にさせていただきましょう。お乗りになられるのでしたらこちらの者に声をおかけください。 ありがとうございました。助かりました。もらおうかしら。
おっさん、無理すんなよ。ワッカ選手登場。ふぅ。じゃあ。この街道のことを聞きたいのかな。今我々が進んでいるのが未変街道の振動と呼ばれる部分ですな。振動というからには旧道ももちろんあるわけですな。チョコボ乗りてー。歩くのも修行。選手交代。
めえの出番は後ってことで。倒してやる。さて、行くか。アーロンさん。終わりだ。先は長い。行くぞ。
ヒャッ、よし、終わりだ。常にこうありたいものだ。二重張るな。アーロンさん。そこまでだ。常にこうありたいものだ。
堂に降りたのは失敗だったぜ。人通りが少なくて商売にならねえ。なあ、なんか買ってかねえか。討伐隊がやっ、意地を張るな。アーロンさんに待って、先は長い。行くぞ。私はね、召喚士なのよ。申し訳ありませんが、どうかご理解ください。召喚士の旅を邪魔するなんて何考えてるわけ。申し訳ありませんが、例外はありません。話にならないわね。あら、あなたたち、見ての通り召喚士でも通行止めよ。結局は召喚士を頼ることになるのに全然分かってないんだから。まあいい機会だから戻って休むことにするわ。行きましょう、バルテロ。
この先の通称キノコ岩街道で討伐隊による作戦が展開されます。リサイドのガッタとルッツです。こいつが最後の踊りです。遠方からご苦労だったな。さあ通ってくれ。今度ブリッツ教えてくれよな。ちょっと行ってシンを倒してくるから待ってろよ。すまないが通行止めだ。あんたたち召喚士様とガードだろ。迷惑かけてすまないな。なんだ、知らなかったのか。各地で捕獲された真のコケラが続々とここに運ばれてきている。真のコケラがいる場所に真は現れるだろ。この習性を利用して真をおびき出すんだ。本作戦異変セッション実行委員会ではカンパのご協力をお願いしております。どうもです。またお会いできましたね、ユウナ殿。はい。どうしましたか。お困りのようですが。実は。なるほど。お待ちしておりました。作戦司令部にご案内いたします。その前に頼みがある。は、何なりと。召喚士ユーナ殿とガードたちも通してほしいのだが。お言葉ですが、シモア様。君に迷惑はかけない。責任は全て私が取る。かしこまりました。通行を許可いたします。どうぞ。ありがとうございます。ユウナ、行くわよ。うん。偉そうなやつ。偉そうじゃなくて本当に偉いんだよ。